てボロボロだったのでもう一回リベンジしたいと思います。Thank you.
大津の国曲の2番、さっき佐藤さんが弾いた同じ2番の中のプレリュードの次の次のクーラントと続くと一番最後のジーグって曲を弾きます。無伴奏チェロ組曲っていうのは全部同じ調で書かれているので、さっき弾かれたプレリュードもクーラントもジーグも全部Dモール2単調で書かれています。本当はチェロの曲なのですが、ビオラ用に編曲された版が有名で、今日はさっきは佐藤さんはジャンドロン版っていう版で弾いたんですけど、バッハの直筆の写真の楽譜を見てできるだけ忠実に原作